ダイヤモンドは傷つかないは、三石幸子の小説、早稲田文学に発表された。妻もあり、愛人もいる、中年男性と女子大生の奇妙な同性生活を描いた内容となっている。1982年に、田中美佐子主演、藤田里八監督により、東映で映画化。田中美佐子の映画デビュー作で、田中は1981年の TBS の、 連続ドラマ、思い出作りの公演により、本作の主役に抜擢された。田中は、フルヌードや、セックスシーン等の体当たり演技が評価され、第6回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。映画デビューを主役で飾り、岸本香よ子、田中優子に続く大型新人と騒がれた。当時はまだ女優の映画初出演が主役ということは、珍しかった。 予備校の講師、三村一郎は、義理邸中山修二の結婚披露宴でスピーチをしていると、元教え子、小志谷由美子が、自身の妻、町子に挨拶しているのを見つける。由美子は、現在大学生をしながら、一郎と同じ予備校でバイトをする若い女性で、彼とは、予備校生時代から、不倫関係にあった。しかし、 一郎にはもう一人十年以上前からの愛人、牧村和子がおり、彼は、町子、美子、和子との三重の生活をしているのだった。美子は、披露宴で一郎の元教え子として町子と初対面し、後日和子が経営する帽子屋に訪れて、お互いに、自分こそが、一郎の女と牽制し合う。数日後、 一郎と同じ職場で働く修二は不倫関係を終わらせた方がいいとユミコに助言するが別れる気はないと告げられる。後日さらに修二は以前妻が町子の自宅に訪れた時に様子がおかしかったと伝えて一郎に不倫をやめさせようとするが見間違いだろうと話を聞き入れない。別の日、ユミコは一郎から指輪をプレゼントされるが50年経ったら結婚しようと 冗談半分に言われて、不機嫌になってしまう。ある日、一郎は、予備校で由美子との関係が噂になることを恐れて、彼女の新しいバイト先として、中学生を対象にした塾を知人に紹介してもらう。後日由美子が、レストランに入ると楽しく食事をする一郎と和子を、偶然見つけ、とっさに一郎の元に木自身と別れてくれる、よう感情的に訴える。 店を出た由美子は、後から来た一郎と二人で橋ご酒をした後、先ほど別れると言ったばかりなのに、いつものように体を許してしまう。翌日、一郎との関係がはっきりしないままの由美子は、和子の家に電話をかけて、別れたいけど別れられないと気持ちをぶつける。その夜、和子は、三村家に電話をかけるが、電話の相手にピンと来た一郎が受話器を取らなかったため、 夜通しベルが鳴り続けてマチコは精神的に不調をきたす。翌朝一郎が直接話し合うために和子の自宅を訪れてドアを開けるが、その瞬間彼女は彼の顔に靴べらで切りつける。一郎の親族、由美子の主な関係者その他の主な人たちその他など、男の映画のイメージが強い東映が若い女性にターゲットを絞り、 ゴールデンウィーク明けの5月中旬を勝手に OL 週刊と名付け田中優子主演のザレープと共に女性映画2本盾てとして公開した田中美佐子の当時のイメージは NHK の本日も聖天なりなどに出ていた新人という印象で大抜擢の映画初主演であった原作、脚本、主役が女性という組み合わせも当時としては異例だったまた平映の ザレイプと合わせ、当時、山口桃江の青い時のプロデューサーとして有名になったザンマリエコをプロデューサーとして参加させ、女性層への売り込みを図った。監督は、最初に日活をフリーになった森田義光にオファーを出したが、森田が断り、日活の先輩、藤田聡八が引き受けた。藤田監督の前年の作品がスローな武器にしてくれで、 同作で中年男を演じた山崎努が、ここで同じ中年男を演じ、また、平映の主演も名字が同じ田中と、当時は紛らわしい日本盾てと言われた。女優時代の家田総主が、早くで出演している、ザレープ。ありがとうございます。